ボンちゃんです。今回は京都にある倉間寺を紹介します。また、今回はおまけ動画もあります。今映っていますのは前回ご紹介した雪神社を後にして登り始めたところです。では地図をご覧ください。倉間寺は京都府京都市左京区倉間本町にあります。今回は雪神社から倉間寺に向かいます。 登り始めると義経の供養塔がありました。こちらは命の像、愛と光と力の像です。愛と光と力に関しましては、倉間寺でまたお話しします。倉間寺に向かう途中も整備されていて、登りやすく見どころも満載です。いくつも折れ曲がったつづら折りの道を登っていきます。 こちらは、辰巳の弁財天社です。辰巳の方角にあるので、辰巳の弁財天社というそうです。さらに登ると、天宝林道があります。中には、木造阿弥陀如来の座像があるそうです。この、 天宝林道は、倉間寺を流星に導いた上位商人が13年間こもり、毎日12編の阿弥陀法号を唱え続け、6万字の阿弥陀法号を法林に収めたのが名前の由来なのだそうです。ちなみに、法号とは、例えば南無阿弥陀仏です。ポンちゃんが滝行の時に唱えた南無大師返上混合も法号です。滝行も参照してみてください。 天宝林道を後にしてさらに登ると倉間寺に到着ですこちらは倉間寺のところにあるアウンの虎ですビシャモンテのお使いである神獣ですそしてこちらが本堂の倉間寺です倉間寺には尊天が祀られています尊天とは千手観音菩薩ビシャモンテン五宝魔王尊を指します千手観音菩薩はガチリンの精霊であい 美車門天は太陽の精霊で光り、五宝魔王尊は大地の霊王で力を示し、この三柱は宇宙を表します。これは、さきに紹介したこの島神社の三中鳥居と同じですね。また、生命神社でも一月の柱があり、陰陽堂で宇宙の話をしました。今回の京都のテーマの一つのようです。 またこの鞍馬寺は義経こと牛若丸が7歳の頃に入山したと言われており昼間は仏道修行夜は天狗に兵法を授けられたという伝説があります。そして鞍馬山は古神道や陰明道宗剣道などの山岳宗教の要素も含まれています。宗派にとらわれない懐の深さは鞍馬寺の宗教の伝統となっているそうです。 話は戻りまして、本堂の前には混合章があります。混合章は宇宙のエネルギーである孫天の波動が果てしなく広がる星曼荼羅を模し、宇宙の力を増する人間が宇宙そのものである孫天と一体化する場となっています。訪れたらその中心に立って手を合わせ目を閉じて宇宙を感じてみてください。クラマデラの紹介は以上です。それでは、 御朱印を紹介しましょう。倉間寺の御朱印はこちらです。尊天と書かれています。素晴らしい字だと思います。尊天のことを知って、この字を見ると、宇宙とつながるような記載します。では最後に、おまけ動画をご覧ください。この雨は、岐阜神社に着くまで続くんだろうな。今回は、 以上です。次回は、倉馬寺を出まして、奥の院参道を抜け、木船神社に向かいます。木船神社では、参拝の順序は大事になりますので、説明いたします。そして、いよいよ次回は、今回の京都での参拝ラストとなります。お楽しみに。ご視聴ありがとうございました。面白かったという方は、グッドボタンを、チャンネル登録、コメントもお待ちしております。それでは、また。